はい、先生、まあ、そうします。今日はですね、セクシー田中さん、なぜ日テレは説明できないのかという話になります。セクシー田中さんなんですけど、まあ、小学館の編集担当のですね、人たちがコメントを発表したということでですね、ただですね、まあ、今回の件の真相を明かすっていうよりは、編集担当としてのお気持ち表明っていう感じで、小学館全体としての発信ということではなさそうです。なので、多分、その現役の漫画家さんへの対応っていう意味合いが強いのかなと、個人的には思いました。今回の件で、まあ、いろんな漫画家さんが、まあ、過去のトラブルだったりとかですね、その今後の不安なんかを発信されたりしましたし、もうなんか勢いとしては最悪ボイコットなんていうことにもなりかねないぐらいの雰囲気もありましたんで、なので現場の編集担当さんとしては、まあ、そういった漫画家さんたちと直接やり取りしてるわけですから、このまま黙り続けるっていうのも、なんか、まあ、仕事がやりにくいみたいなのもあったのかなと、まあ、そんな意味合いの発信なのかなと。で、その結果ですね、一応、まあ、その編集部の人たちの気持ちっていうのは伝わったということで、漫画家さんたちに関してはひとまず落ち着いたのかなっていうところで、まあ、それに関しては、まあ、良かったのかなと。ただですね、その真相に関しては、こう逆にこう改めて疑問が出たというかですね、この漫画家さんに対してここまで思ってるのに、結局なんで今回こうなっちゃったのっていう、その疑問は余計にちょっと膨らんだところもあるかなと。まあ、そのあたりはですね、その編集の人としては言える範囲で言ってですね、まあ、その真相の部分っていうのはなかなか言いにくい部分がなんだと思います。で、なぜ言いにくいのかっていうと、まあ、やっぱりその誰かの責任を追及することになっちゃうからとかかもしれませんね。それが、まあ、日テレなのか、あるいは小学館の上の方だったりとかですね、そういうところにこう責任がいっちゃうようなことはちょっと、まあ、言いにくいっていうのは、まあ、あるかなと。で、一応そんな中でもですね、一つですね、今回の経緯に関わりそうな部分のコメントもありましてですね、で、一部ちょっと抜粋しますと、先生のご意向をドラマ制作サイドに伝え、交渉の場に立っていたのは弊社の担当編集者とメディア担当者です。弊社からドラマ制作サイドに意向を伝えし、原作者である先生にご納得いただけるまで脚本を修正していただき、ご意向が反映された内容で放送されたものがドラマ版セクシー田中さんですということで、この弊社からドラマ制作サイドに意向をお伝えしっていうふうに、まあ、書いてますんで、まあ、その芦原さんの、まあ、代弁として日テレ側に意向は伝えていたっていうことだとは思います。ただこの意向っていうのはですね、そのどのレベルの意向なのかっていうのは分からないですね。だから、まあ、こんな脚本が上がってきましたとか、こんな直しでお願いしますっていう伝書バト状態だとしたら、それは要は代理の連絡係としてやり取りしてるっていうことなんで、まあ、それは以前から分かってることではありますんで、まあ、特に新しい情報ではないのかなと。芦原さんとしては、そもそも約束通りに脚本が書かれてないことに対して不満を持ってたわけでしょうから、その辺の根本の意向をどれぐらい伝えていて、で、日テレ側はそれに対してどういう反応だったのかみたいな、その核心部分はわからないままです。ただ一応こんな感じでですね、関係者のコメントは少しずつ出てきてますんで、まあ、今のところの状況をですね、まとめますと、芦原さんの意向は小学館が間に入って日テレに伝えていたと。で、日テレがスルーしている中ですね、先にコメントを出したのが脚本家で、芦原さんの意向を聞いていなかった、知らなかったと、SNS で発信していて、で、突然ディスられて置いてきぼりにされ伊藤秀明っていう構図だと思うんですけども、ちょっと俺の話必要だったっていう状況だと思うんですけども、まあ、いずれにしましてもですね、これ以上被害者を出さないためにも、まあ、今の問題は日本テレビです。小学館は伝えた、けど脚本家は知らなかった。じゃあ間に入ってる日テレ、まあ、具体的にはプロデューサーかと思いますけども、ここが何をしていたのかっていうのが説明が求められている状況です。本当はこんな細かい内部で、こう誰がどう悪かろうとですね、日テレのドラマなんで、本当は全部ひっくるめて騒動の責任というのは日テレです。なので、こうなってしまったことに対してはですね、まず日テレが責任を持って説明する義務はあるとは思うんですけども、もうそんなこともせずにスルーを続けるっていうありえない状況が続いています。で、じゃあなんでここまで頑なにスルーしているのかっていうとですね、まあ、おそらくは実際日テレに原因がほぼあってですね、で、どうしても責任から逃れて、かつ、世間が納得できるような言い訳のしようがないんだと思います。具体的にはですね、やっぱり一番の問題は、なんで芦原さんの条件を承諾してドラマ化を進めたのかっていう、その日テレ側の最初の判断なのかなと。忠実に再現っていうことに関してもですね、最初からかなり細かく提示していたようですし、芦原さん自身もですね、無理を承知で条件を出したぐらいで、本当にこれで大丈夫なんですかっていうのを何度も確認して、で、日テレが大丈夫って言うからスタートしたぐらいの流れだったわけですけど、そしたら結局大丈夫じゃなかったっていう、今回の件の、まあ、一番の問題はこれに尽きる気がいたします。で、僕もまあ個人的にですね、ドラマ関係の人にいろいろ話を聞いていましたけども、大体皆さんもこれは日テレが進めてはいけないやつっていうふうに
って言いました。なので今回の日テレ側もですね、その厳しいことは承知の上で進めていたはずで、で案の定改変しまくったっていうことですから、つまりこれはもう最初から約束を踏み倒すつもりで芦原さんを騙してスタートしたんじゃないのっていうことになってきますから、まあもう実際その辺どうなのっていうところとかですね。でそうなるともう一つ問題になってくるのが、日テレはじゃあ脚本家にはどう伝えていたのかっていう、脚本家は聞いてなかった、知らなかったっていうふうにコメントをしてるわけなんですけども、まあただこれも厳密には何も知らないっていうことはありえないですよね。仮に聞かされてなかったとしても、自分が書いた脚本が毎回直されていれば芦原さんの意向っていうのは嫌でも伝わってくるはずですんで、なのでおそらくこの知らなかったっていうのは、その最初の契約の段階の条件、その最初にここまで細かい条件が出されてスタートしていたっていうことは知らなかったっていう意味なのかもしれません。で脚本家とやり取りするのはプロデューサーですから、もしそのプロデューサーがですね、もし最初から約束を守る気がなかったとしたら、脚本家にもその最初の細かい条件までは伝える必要はないでしょう。で後々すごい直してくることに対しては、原作者がちょっとこだわりが強くて直してほしそうですみたいな、芦原さんのせいみたいな伝え方を脚本家にしていたのかもしれません。もしそんな調子だったとしますとですね、この問題の脚本家のインスタ投稿の原因にもなってくる話でもありますし、特に今回の脚本家さんのですね、その人となりみたいなことが分かっていれば、まあこうなることも十分想定できる気もしますんで、そのあたり実際のところどうだったのかっていうのは、この騒動においてはかなり重要な部分になってきそうなのかなと。でそういうところもひっくるめてですね、そのとりあえず全部日テレの責任であることは間違いないわけなんで、まあ、なんか説明しろっていう話なわけなんですけども、ただ多分その辺がですね、まさにその辺がどうしても日テレがですね責任から逃れられなそうなのと、あと今回はですね、やっぱりこの亡くなってしまってるっていうのが大きいのかなと。これが人が亡くなってなくてですね、内部の揉め事が外に出ちゃったレベルの話であれば、日テレとしてもですね、まあドラマの現場ではよくあることだけど今後は気をつけますごめんなさいぐらいの、まあ感じは言えたかもしれないんですけど、人が亡くなってしまってるんで、もうそこまでの責任は負いたくないっていうのが日テレの本音かと思います。ことが大きければ大きいほどテレビ局は責任を負いたくないので、なのでその責任から逃れられてですね、なおかつ世間が納得のいく言い訳っていうのが思いつかないっていうのが今の状況なのかなと、個人的には想像しております。はい、ということで以上ですね、セクシー田中さん、なぜ日テレは説明できないのかという話をさせていただきました。最後までありがとうございました。